今日は豚こまのしぐれ煮丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚こまのしぐれ煮丼を作っていきたいと思います。作り方はお野菜とお肉を切って、あとは軽く焼いて煮るだけなのですごく簡単です。さらに今回ね、トッピングで卵黄をのせてるんですが、余った卵白を使った簡単レシピも一緒にご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに豚こまのしぐれ煮の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚のこま切れ肉、玉ねぎ、お水、お酒、お醤油、みりん、お砂糖、おろし生姜、だしの素、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まずお肉ですね。今回豚こまのしぐれ煮ということで豚のこま切れ肉を使っていきます。そしてあとはね、玉ねぎも一緒に加えていきます。そしてお酒に関しましては、こちらは塩分の入っていない清酒を使っていきます。料理酒でもね、作ることはできるんですが、料理酒は塩分が入ってるので少ししょっぱく仕上がると思います。なのでその場合は味の濃さを調整してください。そしてお砂糖ですね。こちらはきび砂糖を使います。こちらの糖類に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。きび砂糖はね、コクも出るので今回はきび砂糖を使っていきます。そして生姜ですね。こちらは手軽にチューブタイプのおろし生姜を使います。生の生姜を千切りにして入れたり、あとはすりおろして入れたりしていただいても OK です。そしてだしの素に関しましては、こちらはかつおだしを使用していきます。それでは続いてトッピングなどの材料をご紹介します。材料はこちらです。小ネギ、紅生姜、白ごま、卵黄、ご飯、トッピングなどはこちらの材料を使っていきます。このトッピングに関しましてはお好みのものでね、トッピングしていただいてもいいですし、もちろんトッピングなしでもね、美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。卵に関しましては卵白は使わないので、卵白を使ったね、簡単レシピをね、後ほど紹介していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにトッピングの小ネギを切ります。こちら根元を切り落として、そして半分に切って、また半分に切ります。あとは切り口を揃えて小口切りにしましょう。小ネギはこれで OK です。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはスライスにしましょう。繊維に沿ってね、スライスしていきます。こちら芯は切り落としましょう。はい、玉ねぎはこのようにスライスしてください。それでは続いて細切れ肉ですね。こちら大きいものもあるので、食べやすい大きさぐらいになるように適当に切ってください。お肉の準備はこれで OK です。それではフライパンを用意してください。ここにサラダ油を敷きます。これで火にかけて全体にね、油を広げます。これで30秒ほど一度温めてください。はい、で30秒ほど経ったら、ここにまずお肉を入れます。続いてここに玉ねぎも一緒に入れちゃいましょう。これでお肉をほぐしながら焼いていきます。火加減は中火です。玉ねぎと合わせつつお肉をほぐしながらね、焼いてください。お肉がね、塊にならないようにだけ注意してください。はい、これでね、お肉に火が通れば OK です。そしたら続いてここにお水と、あとはお酒、そしてみりん、あとはお砂糖、まずこちらを加えて一度混ぜます。最初にね、甘み系を入れて煮ていきます。甘み系はお醤油と一緒に入れちゃうとなかなかね、浸透していかないので、最初に入れて、そして少し煮てください。よく混ざったら火加減弱めの中火です。そしてこのまま5分ほど煮てください。煮ている最中は時折ね、混ぜながら煮てください。表面が乾かないようにね、混ぜながら煮ましょう。はい、5分経ちました。今このぐらいですね。玉ねぎはもうクタクタになってる状態です。そしたらここにだしの素、あとはお醤油、そして生姜を加えます。これをよく混ぜましょう。あとは
こちらをですね、もう少し水分がなくなるまで煮ていきます。お醤油を入れたらね、火加減は中火です。この時も混ぜながらね、煮てください。はい、OK です。だいたい1分ちょっとぐらいですね、煮ていただくと味がしっかり染み込んできます。このように美味しそうに仕上がりました。それではですね、盛り付ける前にこちら余った卵白で簡単な卵白入り味噌汁を作っていきます。材料はこちらです。卵白、お味噌、わかめ、小ネギ、だしの素、お水、こちらの材料で作っていきます。まあ、ちょっとね、卵白だけじゃ寂しいかなと思ったので、今回わかめも一緒に入れていきます。この具材はね、お好みで入れていただいて OK です。お味噌もですね、今回合わせ味噌を使っていますが、お好みのものを使っていただいて大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。では最初にね、こちらの乾燥わかめを戻します。直接入れても大丈夫なわかめもありますので、その場合はね、お味噌汁の中に直接入れちゃっても大丈夫です。こちらは戻していきます。このままだいたい 4,5 分ぐらいお水に浸して戻してください。それでは続いてお鍋にお水を入れます。続いてだしの素を入れてください。これを火にかけて一度沸騰させます。あとわかめはね、このようにしっかりふやけたら、あとは水を切って準備しておいてください。はい、沸騰しました。沸騰したら卵白を少し溶いて、そしてこちらを回しかけます。入れたらですね、すぐにかき混ぜずに少し卵白が浮いてくるまで待ちましょう。すぐかき混ぜるとね、汁が濁ってしまいます。はい、でこんな感じで浮き出てきたら軽く混ぜましょう。はい、そして卵白が固まったら火を止めます。そしてここにわかめを入れて、あとは味噌を溶いてください。お味噌の量はね、お好みで調整してください。よく混ぜて、あとはね、器に盛った時に小ネギをかけて仕上げてください。これで簡単な卵白味噌汁の完成です。こちらもね、ぜひ合わせてやってみてください。それでは最後仕上げていきます。まずご飯にしぐれ煮をかけます。そして真ん中に卵黄をのせます。あとは小ネギを散らしましょう。そして白ごまです。あとは紅生姜を添えます。こちらはお好みです。はい、これで完成です。盛り付けなどはお好みでやってみてください。はい、これで豚こまのしぐれ煮丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにボリューム満点でとても美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが余った卵白で作った簡単味噌汁です。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。では卵黄を割りたいと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ね、お肉にしっかり味が染み出てすごく美味しいです。そしてこのクタクタになった玉ねぎも最高ですね。そして卵との相性も抜群です。うん、それでは続いてお味噌汁もいただきたいと思います。いただきます。卵白もね、食べ応えがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚こましぐれ煮丼のポイントです。まずお肉なんですが、今回は豚のこま切れ肉を使ってます。今回豚こまのしぐれ煮なので豚こまを使ってますが、こちらはお好みの部位のものを使っていただいて大丈夫です。そして生姜に関しましては、今回手軽にチューブタイプのものを使用してます。こちらは生の生姜を千切りにして入れたり、あとは生のものをすりおろして入れていただいてもどちらでも OK です。そしてこま切れ肉に関しましては、こちらを食べやすい大きさに切ってから使うようにしてください。そして煮る時なんですが、煮る前に一度玉ねぎとお肉を炒めてください。そしてお肉に火が通ったら、お水とお酒、あとは甘み系の調味料を加えて5分ほど煮てください。甘み系の調味料はお醤油と一緒に入れてしまうと中にね、浸透していかないので、一番最初に入れて煮るようにしてください。そして5分煮たら、あとはお醤油とだしの素を加えて、そしてお肉と玉ねぎに味が染みるまでだいたい1分ぐらいを目安に煮てください。
はい、あとはねご飯の上にかけてお好みで卵黄、小ネギ、白ごま、あとは紅生姜を添えて召し上がってください。そして今回は余った卵白を使った簡単お味噌汁レシピもご紹介しました。こちらもすごく簡単なのでぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚こまのしぐれ煮丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。